本日は、こんなピアノの先生は嫌だをやっていこうと思いますよ。まず、こんな先生は嫌だ。はーい、今日は何のレッスンをするのかないいんじゃないのかな。先生、こんにちは。心の声。先生、おそらくニンニク食ったな。むちゃくちゃくせえぞ。先生のくちくせえ、どうしよう。今日のレッスン大丈夫かな。前日にニンニクを食べまくってその匂いが残ったままレッスンをする先生。レッスン室は密室ですので、匂いがダイレクトに伝わります。先生、お口の匂い、特にニンニクについては注意してくださいね。二つ目の先生。よし、今日先生にやっとレッスンをしてもらうんだ。この曲ね、めっちゃ頑張ったんだ。今日こそはね、この曲を先生に教えてもらえたらと思ってる。はい、こんにちは。今日はレッスンの時間ですよ。何のレッスンをしてもらいたいのかな。今日はショパンの船歌を教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。うん、船歌ね、わかった。さあどうぞ弾いて。はい、弾いてみます。今日はもう終わり。一音聞いただけでわかったわ。ありがとね。え、もう終わりですか？だから終わりなの。終わり。もう今日は終わり。レッスン1分もしたでしょ。終わり。え、先生もう終わりですか？早くないですか？え、たった1分でレッスン1時間100万円？え、パニックパニック。先生もう終わりですか？レッスンをすぐ終わらせようとする先生。1時間のレッスンでお願いしてるのに1分とかで先生が帰ろうとしちゃうんです。そんなことはやってはダメですね。先生、気をつけましょう。まあ、そんな先生はいないと思うんですけどね。では、三つ目。よし。今日は先生にやっとレッスンをしてもらうから、緊張してきた。初めて行くピアノ教室だもん。やっぱ緊張するよな。どんな先生がいるのかな。ドキドキ。はーい、こんにちは。大きな声で、こんにちは。一緒に先生と今日からレッスンやっていこうね。みんなで一緒に音楽を奏でてね。先生の声が大きすぎる先生。もうね、レッスンを、ピアノを弾きに来たのに先生の声が大きすぎて耳が追いたたになってしまいますよね。四つ目の先生。よし、今日こそはちゃんとレッスンをしてもらわないと、さすがにマザーに怒られてしまう。今日こそはね、先生も多分歯磨きもしてくるだろうし、大きな声でやらないだろうし、すぐレッスンも終わろうとしないと思う。今日こそはちゃんとレッスンしてもらえるはず。先生待ちます。いや、こんにちは。先生、声大きくもなくなって、レッスンはちゃんと1分ではなく1時間でやるようになって、そして歯磨きもしてきたよ。ちょっとね、息が臭いから失礼。失礼。先生のガムの音がうぜえ。ガムくちゃくちゃうぜえ。めちゃくちゃ耳元でやってくるうぜえ。そんな先生は気をつけましょう。生徒の目の前でガムを食べて、そして大きな音で匂いに気をつけるのはいいんですが、くちゃくちゃはやめましょうね。そんな先生には注意が必要です。5つ目。いや、今日こそはね、まあ先生ガムのくちゃくちゃもやめるって言ってたし、今日こそはね、ちゃんとレッスンしてもらえると思う。楽しみ。あっとっと、あ、ごめん。ごめん。
ピアノ弾いて、ブーン。気持ち悪い。二日酔いの先生。レッスンの時にはさすがにお酒は抜いてきましょう。アルコールの匂いがきついです、先生。ガムもダメ。口臭いのもダメ。二日酔いもダメですよ、先生。お酒には気をつけましょうね。六つ目。よし。まあね、今日レッスンだ。先生は確か、ワンレッスン、5万円だったような気がするな。1時間のレッスン5万円だったよね。よし、今日は5万円持ってきた。いやー、よし、先生が来るの待とう。終わった。お疲れ様でした。すごいいい映像だったよ。よし、よし。はい、先生、ありがとうございました。あ、レッスン代ありがとう。あ、5万円ね、ありがとうね。ちょっとね、消費税が上がったから、先生、来週からレッスン代が上がるんよ。じゃけん、来週から1時間10万円持ってきてね。ごめんね。よろしくね。じゃあね、また来週。はい、先生、今週のレッスン代です。ありがとう。あ、レッスン代ね。ありがとう。あ、前回消費税の関係で10万円だったもんね。あ、ありがとう。あ、ちょっとね、言いにくいんだけど、レッスン室、スタジオの設備代として、また来週からね、レッスン代が上がるんよ。一人1時間100万円だったんよ。じゃあけん来週から100万円でお願いね。はい、先生、こちらがレッスン代です。100万円ありがとう。あ、なんかね、まあ、なんとなくレッスン代あげようと思ってるんよ。来週からレッスン代1000万円でお願いします。1時間1000万円です。なんとなくレッスンあげるんです。よろしくね。破産！毎週毎週、レッスン代をめちゃくちゃ上げてくる先生。1時間1000万円はさすがにやりすぎです。先生、これでご勘弁をしてください。7つ目！よし。まあ、レッスン代もたくさん払ったし、今週からまたレッスン復活だ。よし、頑張っていこう。さすがにね、ちゃんと早々ピアノやらないと怒られちゃうしね。いや、こんにちは。筋トレはしてるかい？上腕二頭筋のトレーニングはすごくいいんだよ。君は胸筋もつけよう。いや、ダメだ。全身を鍛えよう。先生と一緒に毎日ジムに集合しよう。毎日だ。四六時中筋肉のことばかり考えて、一緒にボディービル大会に出よう。いや、筋トレはいいです。筋トレはいいです。筋トレやめてください。いいです、いいです。トレーニングを強要する先生。僕も筋トレはしているんですけど、強要はしません。そんな先生には気をつけましょう。気づいたらあなたも、すっぽんぽんで、ボディビル大会に出てるかもしれません。8個目。先週は先生からピアノで弾いてきてって言われたけんね。ここはもうピアノで弾いてって言われたけん弾いてきました。よし。最初の音はね、ピアノ。ピアノ、ピアノ。先生、ちゃんとフォルテで弾いてきてって言ったよね。来週は必ず、フォルテで弾いてきてね。え？ここはフォルテで弾いてって言ったじゃないか？はい、わかりました。ピアノで弾いてきてって言ったでしょ。ちゃんとピアノで弾いてきて。え、ここピアノで弾けって言ったじゃないですか。え、どっちわからんわからんわからん。毎回言うことが変わる先生には注意。先生への発言、何を信じたらいいかわからなくなります。統一感を持ちましょう。というわけで、今回は、こんなピアノの先生は嫌だ。皆さんも当てはまらないように気をつけましょう。そして、まあこんな先生はなかなかいないので、見つけた時には、まあ皆さんで対処してください。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございます。まあこれはあくまでコントですので、本気に捉えず頑張っていきましょう。というわけで、最初は、ムキムキ、じゃんけん！
ければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。